はい、どうも、バッシヒデです。ってことでですね、今日はですね、新曲をレコーディングしていこうかなと思ってます。はい。タイトルは、狼に育てられたライオンという曲をね、今からレコーディングしようかなと思って、その模様を、YouTube 動画でね、お伝えしていこうかなというふうに思っております。それでは行ってみましょう。Check it out!録音環境はですね、今日はですね、よいしょ。こちら、SM のね、ゴッパチ、シュアーの SM ゴッパチに、リフレクションフィルターを、このように置いてですね。で、DAW は、毎度おなじみ、エイブルトンライブ11を使ってます。はい。で、オーディオインターフェースは、ベイビーフェイスプロを使って、ここからですね、DBX の、386っていうね、マイクプリアンプなんですけど、これと、あと同じく下の段、DBX の1066っていうね、コンプレッサーを使って、レコーディングをいつもね、このスタイルでやっています。はい、それではね、行ってみようかなと思います。トラックはね、こんな感じのね、レゲエミュージックをね、撮っていこうと思います。タイトルは、狼に育てられたライオンです。それでは行ってみましょう。ピース。俺が踏みしめる大地、目いっぱい吸い込む大気、ビート乗ってミッション開始、あとには引っかないぜ、前に前に前に GO! 天候が荒れても、嵐が来ても、俺が選ぶ道はここ、バッシヒで乗るミュージックはアイリー。増やせしかめ面よりスマイリー。地球に生まれてきて歌い出した。ウルフに、育てられたライオンが今コンクリート。はい、バシデです。ってことでね、今日はですね、さっきお見せした歌取りの部分の続きになるんですが、今日別日なんですね。あれを撮ってから1週間ぐらい経った日なんですけども、今日はね、僕の撮った声をミックスしている部分をね、お見せしていこうかなっていうふうに思います。はい、それではね、撮った歌なんですけども、狼に育てられたライオンっていうね、歌を取りました。じゃあちょっとね、最初冒頭聞いてもらいましょう。まだこれ何もいじってない状態です。俺が踏みしめる大地、目いっぱい吸い込む大気、ビート乗ってミッション開始、あとには引かないぜ、前に前に前に GO! 荒れても嵐が切っても、俺が選ぶ道はカッカバッシュ、火で乗るミュージックはアイリー、増やせしかめ面よりスマイリー、地球に生まれてきて歌い出した、ウルフに育てられたライオンが今コンクリートジャンプ、迷う人を救い出す歌、ここに響いてるから動き出せ今、何も変わっていう感じの、曲なんですが、まずね、トラックの配置としては、まず一番上のこの赤い部分にインストを入れてます。はい、インストゥルメントを入れて。で、下4つ、この黄色とピンクと緑と白。この部分に僕の声が入ってます。で、まずはメインの、ね、ボーカルが1つ。で、メインの2ってやつ。ちょっと、アプリが出ちゃってんだけど、メインの2ですね。ここと1と2。まあ、これを1としましょうか。この1と2は、ほぼほぼ、同じように歌ってます。はい。で、この3番目の緑のところね。緑のところは、主要なね、部分をハモリを入れてます。で、僕の場合は、歌の1小節の最後の部分で韻を踏むことが多いんですが、まあ全部が全部そうじゃないですけども、よく語尾で韻を踏むことが多いんですけども、その韻を踏んでる部分をハモったりすることが多いです。で、この曲に関しては、まあ韻の部分、
韻を踏んでいる部分と、あとはあのサビの部分ですね。サビを、ここの緑のね、この3段目、まあ正確に言うと4段目なんだけど、ボーカルの3段目で、ハモってます。でこの白い部分はガヤですね。ガヤっていうのはまあ Hey とか Yo とかアハーとか、そういうなんかちょっとラッパーっぽいというか、レゲエ DJ っぽいというかね。まあラッパーよりもね、レゲエ DJ の方がガヤをね多用することが多いかなっていうふうに思いますが、ね、そうでもないのかな。なんか90年代の、ね、ジャマイカの、ビーニーマンとかね、聞いてると結構ガヤがね、割と使われてるかなとかいうふうに思いますね。で、このね、黄色の部分には、ソロで一回聞いてみましょうかね。オートチューンをね、聞かしてます。オートチューンのアーティストっていうのを聞かしてます。こんな感じでね。俺が踏みしめる大地目いっぱい吸い込む大気ビート乗ってミッション開始あとには引かないぜ前に前に前にゴー天候が荒れても。で今ねこれこのリターンスピードっていうところがあのケロケロボイスになるかならないかっていう一番重要なつばみなんですけども、今目いっぱいゼロにしてたけど今回はね2時ぐらいにしようかなと思ってます。まあこれもね感覚直感もう自分の好みなんですよね。まあミックスっていうのは本当に芸術なので、あのよくねプロの方もね YouTube なんか見てるっていうのはミックスは芸術で、マスタリングは職人技ってねいうことをよく表現されるんですけども、本当ミックスっていうのは自分の好きなようにね作っちゃっていい部分ですよね。なので今回はこのリターンスピードっていうのをねそんなに聞かさないでもいいかなっていうような風にしてます。全開に聞かさないでもいいかなっていう風に思ってます。でスケールはね D マイナーなんですね。この曲は D マイナーですね。でこれもあのどうして D マイナーって分かったのかっていうと、これはですねあの実はね便利なものがあって、このオートキーっていうねこのものがあってですね、アンタレスのねこれもアプリなんですけども、これをこのマスターのねトラックにオートキー入ってるんですけども、今切ってるんですがこれを入れます。でこのねトラックをソロにしてやる。でこいつをですねこのようにリスニングしてあげる。そうするとね、今 D マイナーっていう風に出ましたよね。で、たまにこう G メジャーとか、まあ曲調によって変わっていってしまうんですけども、これをまあ Send to Auto Tune っていうね、これを押すことによって、このね、ボーカルに割り当てられている、オートチューンにオートでね、言ってくれるんですね。ちょっと G マイナーに変わっちゃいましたけどね。はい。なので、もう一回やろうかな。マスターのトラックに入っているこれね、はい、 D マイナー。これね途中で G とか C に変わっちゃうんだけれども、変わっちゃったりする時もあるんだけれども、まあ基本は一回決まったやつで、送られてます。なのであれ変わってねえなこういうねトラブルはねよくあるよね。これでいったかな。はい、 D マイナーになったね。とりあえずあの D マイナーで、揃えてます。はい、とりあえずね D マイナーで、ちょっとねその辺はまだ確立されてない部分もあんのかなっていうのもあるんですが、まあ本当は一番ね耳でこの曲はね、このコード、このキーだっていうのが分かるのが一番いいんですけどね。こういったコンピューターに任せるとどうしてもね、やっぱね、ちょっと適当ではないんだろうけど、たまにね、ちょっと正確すぎて変に感じる時もある。うん、です。まあいいか。とりあえず、今回は D マイナーっていうことで行かせてもらいます。で、これインプットタイプっていうのも、まあソプラノとかね、アルトテナーとか、ローメール、インストゥルメント、ベースインストとかいろいろあるんですが、今回はローメールにしてます。でね、これ僕
ブログもやってて、ブログの方でね、あのオートチューン解説してるページあるんで、もしよかったら読んでみてくださいね。これあのヒューマナイズとナチュラルビブラートは何かとかね、あのあとはこのリターンスピードとフレックスチューンは何かとか、このねリターンスピードとフレックスチューンっていうのがまあほぼほぼ決め手になるっていうようなソフトかなと思うんですけどね。もっとあの奥深いものなんだけれども、簡単に言うとそんな感じですね。はい、じゃあもう一回ライブに戻って、ライブライブライブ戻れねえ戻れねえよ。あったあったあった、来た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 ね、っていう感じで、ここにはメインのボーカル、そしてサブにもねオートチューンを入れてます。これも Dm 同じですね、ほぼ今のところね。でこれをいろいろいじってって、調節するんですが、今回はですね、あのちょっとこの全体のね、ちょっと一回聞いてもらいましょう。途中からちょっとソロになっちゃった。はい、じゃあちょっと聞いてもらいましょう。俺が踏みしめる大地でいっぱい吸い込む大地、ミート乗ってミッション開始、あとには引かないぜ、前に前に前に GO、 天候が晴れても。まあこんな感じのね、全体的の音、ちょっとね、あの全部聞いてるとね時間なくなっちゃうんで、さらっとなんですが、ねインストゥルメントトラックじゃなくてオーディオエフェクトの中のこの、これライブに限ったことになっちゃうんですけども、ピッチ&モジュレーションっていう中にコーラスのエフェクトが入ってるんですね。このコーラスのコーラスクラシックスっていうのをちょっとねメインのボーカルに刺してみようかなと思います。はい、刺さりました。で、僕はいつもねこうやってリミッターを最後にするっていうね、なんか勝手に決め事があります。はい、でこれで聞いてみましょう。俺が踏みしめる大地でいっぱい吸い込む大地、ミート乗ってミッション開始、あとには引かないぜ、前に前に。ちょっとソロで聞いてみようかな。俺が踏みしめる大地、目いっぱい吸い込む大気、ビート乗ってミッション開始、あとには引かないぜ。今これがねコーラスを刺した状態の音で、これ一回切ってみますね。切ってみましょう。俺が踏みしめる大地、目いっぱい吸い込む大気、ビート乗ってミッション開始、あとには引かないぜ、前に前に前に GO。 もう一回刺してみますね。俺が踏みしめる大地、目いっぱい吸い込む大気、ビート乗ってミッション開始、あとには引かないぜって感じで、今だいぶ違いがね分かったと思うんですが、ヘッドホンとかイヤホンしてもらうと余計分かると思うんだけれども、だいぶ変わったことが分かるかなと思います。では全体を聞いてもらうと、俺が踏みしめる大地、目いっぱい吸い込む大気、ビート乗ってミッション開始、あとには引かないぜ、前に前に前に GO、って感じでね、なんかこうワームな感じになったというかね、ちょっとこう包まれた感がありますよね。こんな感じでコーラスっていうのは、使えますね。でビブラートってあったり、エンセンブルってあったり、クラシックってあったりするんですけど、ビブラートとか結構これ変わるんだよね。俺が踏みしめる大地、目いっぱい吸い込む大気、ビート乗ってみ、うん、これがビブラートで、これがエンセンブル。俺が踏みしめる大地、目いっぱい吸い込む大気、ビートの、うん、結構かかってるね。でクラシック。俺が踏みしめる大地、目いっぱい吸い込む大気、ちょっとなんかこうリバーブとなんかエコーがかかったような感じしますね。このエンセンブルっていうのもいいかもしれないね。これにしてみようか今回は。俺が踏みしめる大地、目いっぱい吸い込む大気、ビート乗ってミッション開始、あとには引かないぜ、前に前に前に GO、 天候が晴れても嵐が切っても、俺が選ぶ道はカッカッ。うん、こんな感じですね。まああとはまあここのね、今ちょっとハモの部分ね、このハモの部分はどうなってるかっていうと、本当インの部分だけをハモ、インとサビの部分をハモってますね、大体。
待機開始引っかないぜみたいな感じでね。でちょっとここのここの部分ね、俺が選ぶ道はカッコ、俺が選ぶ道はカッコ、このカッコがねちょっとここ気合入りすぎちゃってるんで、ちょっとここねこう切ってこれをねこれをですねちょっと原因下げます。こんぐらい、半分ぐらいでしょうかね、こんぐらいでしょう。で、カッコカッコ、俺が選ぶ道はカッコ、俺が選ぶ道はカッコ、まあこうのハモリの部分はねもうなんかちょっとなんか付け足してるね味なので、そんなここがね目立たなくていいかなと思ったんで、このカッカンとかがねかなり目立っちゃってたんで、今ちょっと原因を下げました。で聞いてみると、俺が選ぶ道はカッカン、うん、俺が選ぶ道はカッカン、俺が選ぶ道はカッカンね、ここをさっきの状態だと、さっきの状態こんぐらいか、ゼロね、ゼロにすると、さっきの元の状態、俺が選ぶ道はパッカマシフィ、俺が選ぶ道はパッカマね、かなりカッカーがカッカーってなっちゃってるでしょ。俺が選ぶ道はカッカ、うん、ここはだからね、あの半分ぐらいに抑えます。まあ 4.5 とかぐらいでね、俺が選ぶ道はカッカ、うん、まあ原因を下げるというのはボリュームをね下げたっていうことなんですが、それでね、俺が選ぶ道はカッカマ、うん、メインだとどうなってんだろうね、ここはメインだと、俺が選ぶ道はカッカバシ、俺が選ぶ道はカッカバ、うん、そこまでカッカってそんなに伸びてないでしょ。俺が選ぶ道はカッカ、うん、で2段目の方では、俺が選ぶ道はカッカバ、うん、2段目ちょっとクールだね、俺が選ぶ道はカッカバ、俺が選ぶ道はカッカバ、うん、これがメインでもいいかなぐらいのね感じっすね。カッカバカッカ、で問題の部分、緑の部分だと、俺が選ぶ道はカッカ、うん、やはりカッカってちょっと跳ねちゃってるんで、ここはまあね、もうちょい下げとこうか、もうちょい下げようかみたいな。30を下げすぎだな、こんぐらいでいいか。俺が選ぶ道はカッカ、で全部を通して聞くと、俺が選ぶ道はカッカバシフィ、うん、いいね。でこのねハモリの部分はね、ですね、オートチューンこれも聞かしてるんですね。でねここはね、こっちの画面の方が安いんだな、こっちのビューの方でこの白いトラックの部分、この線図ってところにね、まあ、線図ってあのドラゴンボールの線図ではないんですけど、実はねここがね、ここのリバーブとディレイ、これがね割り当てられてるんですね、ここと A と B には。 A がこのリバーブね、で B がディレイで、ディレイをねちょっと聞かしてます。ディレイとリバーブを、2時ぐらいのね、値にしてかなり聞かしてて、でパン、ここがパンなんですけど、これを、左耳からね聞こえるような感じにしてます。このハモリの、ハモリじゃない、ガヤの部分ね、そんな感じにしてます。はい、というわけでね、もう20分も喋っちゃってるんで、そろそろね終わりにしようかなと思うんですが、こんな感じでミックスやってます。はい、多分ね、完成したものよりも後にこの動画が来ると思うんだけれども、まあ、もしよかったらね、チェックしてみてください。バシーデの新曲で、狼に育てられたライオン、配信してますんで、よかったらチェックしてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ピースアウト。地球に生まれてきて歌い出した。ブルース。